リオデジャネイロパラリンピック開幕までおよそ1ヶ月、日本代表選手たちが決戦を前に集結しました。スタンドディレクターの飯島です。今日はリオデジャネイロパラリンピック日本選手団結団式に来ています。8月2日東京都内でリオデジャネイロパラリンピック日本代表選手団の結団式が行われました。選手127人、競技パートナーや役員を合わせて225人の日本代表選手団。その旗手を務めるのは2度目のパラリンピックとなる車いすテニスの上地結衣選手。主将は車いすバスケットボールのキャプテンも務める藤本怜央選手です。2020年日本全体が期待と希望に包まれる中、さらに飛躍できるように精一杯頑張っていきたいと思います。応援をよろしくお願いします。本日はありがとうございました。続いて行われた壮行会、選手たちはパラスポーツの体験会に参加したエスコートキッズたちと一緒に登場。そしてこんなメッセージが届けられました。決断式に引き続きました。続いて乾杯の音頭を取るのは鈴木大地スポーツ庁長官です。頑張るぞと言いますので、皆さん日本お願いします。よろしいでしょうか。頑張るぞ日本。ありがとうございました。頑張れ日本。皆さんどうその後もたくさんの激励を受けた選手たち、改めてリオへの意気込みを語りました。全国から届いた、本当緊張感ありますね、まあ、自分の可能性を信じてしっかり結果を出せるように、あと残り1ヶ月なんですけど準備していきたいと思います。メダルを狙える位置にいるので、今の自分たちのパフォーマンスをしっかり出せれば必ず結果はついてくると思っているので、まあ、自分を信じて、まあ、仲間を信じて、まあ、感謝の気持ちを忘れずに、まあ、全力を出し切って、はい、はい、そうですね、僕自身、ロンドンでものすごく悔しい思いをして帰ってきましたので、リオではですね、金メダルを取って、たくさんの人に喜んでもらいたいとか、僕自身も、金メダルを取ることで、一番の喜びだと思いますので、金メダルを絶対に取って帰ってきたいと思います。帰ってくれた多くの方もいますので、その人たちにメダルで恩返しができれば良いな。次目指すにあれば金メダルしかないというふうに思いながら4年間やってきましたので、その思いを全部ぶつけるつもりで金メダルを獲得して、これまで伝えてくださった皆さんにご報告ができればなというふうに思います。リオデジャネイロの地で日本の人にこう心に響くような泳ぎができればいいなと思います。過去、最高の、成績を残すための挑戦を、チーム一丸となってやっていけるべきだと思いますし、この結果がですね、確実に、4年後の東京オリンピック・パラリンピックに結びつくと、選手一人一人が、胸にしっかりと刻んでですね、戦う姿勢を残りあと1ヶ月しっかりと準備していければいいなと思っております。パラリンピック出場、そしてパラリンピックで金メダルを取るという夢が私の、最大の夢であり目標であったので、今回のリオデジャネイロパラリンピックではぜひ達成をして、そして、4年後の東京パラリンピック、東京の際にはより、皆様に注目していただけるような競技にするためにも、今回日本選手団チーム一丸となって戦っていけたらなというふうに思います。ありがとうございます。いよいよ9月7日から始まるリオデジャネイロパラリンピック、最後に大月団長からこんな言葉がありました。このお礼はリオで素晴らしい結果を出すことが一番だと思います。
チームジャパン、本日はありがとうございました。